1号館、2キロ。
演奏は平常音楽隊、指揮官は加藤隊長。 分裂行進が始まりました。行進は歩行部隊、突破部隊、車両部隊の順に行われます。分裂行進の最初は胴体、先頭は隊長胴体、指揮官は隊長宮崎英介。
大日動隊。指揮官は隊長佐藤圭司。第三機動隊、指揮官は隊長桂木刑事。第4機動隊、指揮官は隊長高橋刑事。指揮官は隊長藤田刑事。第5機動隊、指揮官は隊長池田圭司。第7機動隊、指揮官は隊長古川圭司。第8機動隊、指揮官は隊長葛西刑事。第9機動隊、指揮官は隊長宮崎刑事。特化車両隊、指揮官は隊長宮川刑事。
通期対策部隊。指揮官は第6機動隊副隊長成木洋平。第1名団は臨時対応初動対応部隊通称 WRP。 第2名団は緊急時初動対応部隊通称 ERP です。東京国際空港テロ対処部隊。指揮官は隊長中澤圭司。総理大臣官邸警備隊。指揮官は隊長佐々木圭司。本部制服部隊。指揮官は地域指導課長菅野圭司。警察学校部隊。指揮官は初任教養部長高橋圭司。神戸警察署部隊。指揮官は目白警察署長深澤圭司。女性警察官特別機動隊。指揮官は給与課管理官浜野圭司。鉄道警察隊。指揮官は隊長榊原圭司。機動警察通信隊。指揮官は機動通信第一課長田浦圭司。
次は国家部隊の行進です。先頭は警察犬部隊、指揮官は鑑識課管理官ブルゴーリ警視。ドラムメジャーは配当警部補、騎馬隊、指揮官は第2航空機動隊鳥羽警部補。
次は車両部隊の行進が行われます。先頭は交通機動部隊、指揮官は第一交通機動隊長元吉です。後続する車両は白バイ部隊、先頭は電動バイクに乗車した女性白バイ部隊クイーンスター。情報提供者、通称バイカー自動車エラー部隊、指揮官は第一自動車エラー隊長西島浩司。指揮官は公安機動捜査隊長竹内圭司。後続する車両は公安指揮官車。機動捜査部隊、指揮官は第一機動捜査隊長早川圭司。後続する車両は炎上指揮官車。機動捜査車両、最後は警備車両部隊の行進です。指揮官は国家車両隊副隊長吉川です。最初は警護用車両です。
次は10号警備用車両です。1番はエリア検問車、2番は移動騒音測定車、3番は遊撃車1型、次は治安警備用車両です。4番は投稿車、5番は高所対策車、6番はトイレカー、7番は国型遊撃車、8番は遊撃操縦車、NBC 用車両です。9番は小型警備車、10番は爆発物処理業者、11番は爆発物処理用具運搬車、12番は爆発物処理用具資材運搬車、13番は除染車、14番は高所点防護車、以上で分裂更新は終了しました。分裂更新終了。
Yeah!